皆さんこんにちは。10回目のビデオレターをお送りしたいと思います。今回は前回に続きまして10月に参加しました韓国土木学会 KC、それから米国土木学会 AC、それぞれの全国大会についてのご紹介の第2弾となります。前回 KC 大会のご紹介をしましたので、今回は ac の全国大会の紹介をさせていただきます。えー、jc は毎年の全国大会で ac からも専門家を招聘し。国際行事としての研究、討論会などを実施してきたところです。まあ、ac も jc の前回全国大会への参加を招聘しており。jc から普通は会長を含んだ代表団を。 送っていますで今回私が、えー、A3 の大会に参加したということになります今回の A3 大会はアナハイム市で開催されました皆さんご存知のように大谷翔平選手で有名なエンジェルスのホーム球場があるところです A3 大会は j c 大会と少し様相が異なっています 技術発表セッション。まあ、これが JC 大会の本当に主要な部分となっているんですけれども、それが ASE の大会ではありません。まあ、ほぼ全てがですね、JC 大会における研究討論会のようなものとなっています。まあ、これに加え、ASE 大会では見学会、それから親睦の場も用意されています。で、最も異なっている点が、 総会とつまり a c e の総会と各省の表彰式も合わせて行っているところです。まあ、JSE はそれら2つをですね別々の時期にやっていますが a c e は1つにまとめてコンパクトにやっているということになります。で今回は我々 JSE の訪問,団とし訪問団としては、まあ、我々が関与する研究討論会という企画はありませんでしたが AC と JC との間の協定文書の更新式、それから今後の交流活動に関する両学会の会長官の対談を行いました。JC としては、KC との間で行われているような、両学会がお互いに国際研究討論会のような企画に代表を派遣し合うような、まあ、これは一例ですけれども、 ある意味で現在よりですねより密度の濃い関係をですね継続的に行っていくそういう状況を作ることを期待しているところです次回のビデオレターは JSC が発足時から参加しておりますアジア土木学協会連合協議会 ASEC とも言いますがのお話をしたいと思います今後も フクロー多門ビデオレターでの情報発信をお楽しみに。